ナリマンベイ・ナリマンベイオフ・ハシム・オグルは、アゼルバイジャン民主共和国の政治家。ロシア5名ナリマン、ベク・ナリマンベコフ。1889年、ロシア帝国エリザベトポリケン主社の裕福な家庭に生まれた。モスクワ大学物理学、数学部とハリコフ大学法学部を卒業してからは、弁護士や教育者として働き、また、ムスリム事前協会の指導者も務めた。 1917年に、ミュサバと島に入党し、ザカフカースイ部のムスリム代表を務めた。翌1918年5月28日に、アゼルバイジャイ国民議会が、アゼルバイジャン民主共和国の独立宣言を発した際には、その賛同者の一人となった。1919年4月14日から12月22日まで、同国の統制大臣も務めた。 赤軍のアゼルバイジャン侵攻後はアゼルバイジャン社会主義、ソビエト共和国でも法律家として働いたが、1930年代に逮捕されて、ソロベツキー特殊収容所へ送られ、1937年に死去した。1919年12月、他の閣僚らと共に、ありがとうございます。